皆さん、こんにちは、ハロー通訳アカデミーの上山です。それではこれより2021年度全国通訳案内試験二次セミナー第5項の解説を始めさせていただきたいと思います。今回のサブタイトルは英語で紹介する日本辞典からの出題予想38選になります。それではテキストの1ページを開いていただきたいと思います。で、1ページの一番上に英語で紹介する日本辞典からの、出題実績ということで、英語で紹介する日本辞典、これは夏目社という出版社から出版されている本ですが、現在は絶版になっております。昨年と今年でですね、夏目社さんの在庫の本は私が全部購入させていただきまして、メルマガ読者の皆さんのご希望の方に販売をさせていただきました。で、この日本辞典からはですね、近年2016年度、2018年度、2019年度の3カ年にわたりまして、合計6台の通訳問題、外国語訳問題が出題されておりまして、2021年度も大いに出題が予想されるので、受験者はきちんと準備をしておく必要があります。2016年度には11時から12時の時間帯で通訳問題として鳥居、これはこの本の191ページにあるんですけども、こちらの方から出題されました。2018年度は13時から14時の時間帯に外国語訳問題としてラーメン、これが69ページですけども、こちらから出題されました。2018年の1月の4日からですね、現行の通訳案内手法が施行されることになりまして、それに伴いまして2018年度のガイドラインの変更もありまして、2013年度から2017年度まで通訳問題としてですね、出されていたものが外国語訳問題に変わりました。まあ プレゼン問題はそのままプレゼン問題なんですけども、そして次に2019年度ですけども、13時から14時の時間帯に、桜前線、14時から15時に、寿司 B、2019年度は寿司が、お寿司が、2回で外国語訳問題で出ておりまして、そのうちの一つの寿司 B に、こちらの英語で紹介する日本辞典から出題されました。そして14時から15時もう一つはおせち料理、それから15時30分から16時30分の時間帯に花火が出題されまして、2019年度はなんと4つの外国語訳問題の出典がこの英語で紹介する日本辞典からということになりました。で、私はこの流れから見まして、昨年の2020年度にも必ずこの英語で紹介する日本辞典から出題されるのではないかと予想を立てていたのですけども、残念ながら、出題
されませんでした。で、この実績を見るに2016年度に最初に出て1年間休みがありましたですね。2017年が出題されていなかった。で、2018年に1題出て2019年度に4題ということで、昨年2020年度に出題されなかったと言ってですね、2021年度今年出題されないということは全く言えない。なぜならば2016年度に1回出て2017年1回飛ばして2018年度に出題されたという、こういう、過去があるわけですね。なので、この出題者の方、おそらく同じ出題者の方が多分、出されるのではないかなと、またそれを大いに期待をしているわけなんですけども、この方ご自分が持ってらっしゃるこの本から過去に、3年間で6題出したという、非常に、鮮やかな記憶がこうあるわけでして、でまた今年出題をご担当されるのであればですね、またこの本を引っ張り出して、外国語訳問題を作るということは、非常にあり得ることであろうと、非常に想定されることであろうと、こういうふうに思いまして、いくつかの出典というか種本があるんですけども、もう試験も間近に迫ってまいりましたので、今年度はこの英語で紹介する日本辞典に、絞りまして、本日、この資料を作成させていただいたと、こういう次第でございます。はい。で、ちょっと下の方をご覧いただきますと、2016年度の11時からの通訳問題鳥居。そこを見ると、神社にお参りに行くと最初に見えてくるのが鳥居ですと。で、この問題文はですね、メルマガの読者を中心としまして、試験、直後に、二次レポートというものをご提出いただきましてですね、私がそれを編集、多い時間帯組ですと、20名から30名ぐらい、少なくても10名から15名ぐらいの方のそのレポートをですね、鳥居なら鳥居10代から20代ぐらいありましたでしょうか。それを拝見して、私がこう編集をして、こういうことであったろうというのが、ここに今挙げた文章になります。そしてその下の日本辞典の日本文というところ191ページを見ていただきますと、鳥居は神社の参道または境内の入り口に立ち、神域というか神域ですかね、と俗界の境界を表しています。うんぬんかんぬんとで古事記があったりとか、ヒンドゥー教とかでこれあります。で、最後にまた通りいるの言葉が縮まり鳥居と呼ぶようになった説もありますと。で、これ両方の文を比較対照をしていただきますと、下の日本辞典の日本文を、ある程度簡略化したものがですね、実際の試験に出題されたということが、見て取れます。はい。で、その下には日本辞典の英語訳、Tree stands at the entrance path。これ参道ということになりましょうかね。to a Shinto shrine。というふうな文章がこう、ございまして、通訳問題ですので、この与えられた日本文を、それぞれの受験外国に、翻訳通訳、外国語訳すると、こういう問題になるわけですので、事前に、この日本辞典の日本文、
および英語訳を、1回でも読んでいた方はそれはそれなりに有利になるのかなと、非常に有利になるのかなと、こういうふうに思うわけでございます。はい、次のページをご覧いただきまして、2018年度の13時から14時にラーメンが出ました。これは驚いたことに、そこの外国語訳問題と日本辞典の日本文をご覧いただきますと、ほとんど同じで、もともとのその日本辞典の日本文時代も短いということもあるんですけども、ここは出題者の方もほぼ変更なしに、外国語訳問題として、そのまま作成をしたといいますかね、丸写しで出題することにしたと、もこういう問題になります。先ほど見ましたこの鳥につきましてはね、トラナと呼ばれるインド仏教のヒンドゥー教の寺院の門が日本に伝来してうんぬんかんぬんと、こういうところは省略をしております。こういったところは訳しにくいですし、受験生のことも考えですね、あまり込み入ったもの、あるいは難しいところは削除しているというところを見て取れるわけですけども、このラーメンについてはほぼ同じ内容のものが、出題されたと。種本とほぼ同じと。その下は、また英語訳になります。はい、次行きますと、2019年度の13時から、桜前線。で、これも、同じように、日本辞典の、日本文、それから外国語訳問題、ちょっとこう見ていただきますと、日本辞典の日本文を、やはりこう少し簡略化しているなというところが、見て取れますので、そこのあたりは、皆さん、ご自分でちょっと確認をしておいていただきたいと思います。で、その下に日本辞典の英語訳、そして次のページ3ページに行きまして、2019年度の14時から、寿司 B というところでして、こちらの方は日本辞典の日本文がここだけで 1,2,3,4,5,6,7 行ありますよね。で、実際に出された、外国語訳問題が、3行ということで、最初の文は日本辞典、寿司の起源は意外にも東南アジアとの説がありますと、外国語訳問題の方も寿司の起源は意外にも東南アジアとの説がありますと、で、平安時代云々とこういうふうにありますけども、ここも出題者の方が日本辞典の日本文を、簡略化して、試験問題にしたと、そういうところをきちんと見ておいていただきたいと思います。下の英語訳につきましてはご参考までにご覧いただきたいと思います。次のページご覧いただきまして、4ページ2019年度の14時から、おせち料理になります。こちらの方も、日本文、日本辞典の日本文をある程度簡略化したものが外国訳問題で出題されたというところを見ておいていただきたいと思います。英語訳についてもご参考にご覧になっていただきたいと思います。次に2019年度の15時30分から、花火。もう花火というと私はちょっとこう大変お恥ずかしい話なんですけど、昭和49年に私が当時は通訳案内業試験と言ったんですけども、その年に昭和49年英検の1級とこのガイド試験を受けて、英検の1級を受かったんですけども、ガイド当時は全部マークシートではなくて、実際にこう書く記述式だったんですが、花火を英語で説明しなさいという問題がありまして、
私は中学校1年から英語を中学校から、勉強して、中学、高校、予備校、大学と、花火って見たことなかったんですね。全くもわかんないけども、完全に忘れていて、花火、キーワードも出てこない。だから、本当にお恥ずかしいんですけども、フラワーファイヤー、気持ちわかりますか？フラワーファ、花火。でも、軽く一次試験で不合格になりまして、こういう日本辞書をきちんと英語で、表現できることがもう必須なんだなということで、100個ぐらいこの日本辞書を英語に直しまして、それを1年間かかってと言いますかね、暗記してですね、翌年昭和50年に何度か合格したと。それが元になって日本的辞書300選ができたという、そういう経緯もあります。ちょっと恥をさらすようですけども、そういう花火というと、あ、フラワーファイヤーって書いたよねっていうのが頭にちょっとよぎりますので、ちょっと恥ずかしい話ですけども、お話しさせていただきました。で、こちらの方もご覧いただきますと、日本辞典の日本文、これは少し簡略化したものを、外国語訳。ただちょっとここで、面白いと思ったのは、外国語訳問題の一番最後の、ところですけど、大阪の天神祭りでは、たくさんの花火が天満宮に奉納され、多くの船の大行列とともに有名ですと。これ日本辞典の日本文にないんですね。こういう時にはしばしば私思うのは、この取材者の方、ひょっとして大阪ご出身の方なのかなと。もし東京出身の方というか、隅田川の花火大会を見たことのある方であればね、天神祭りの花火を知らない方であればね、隅田川の花火大会のことを書くのかなと。なので、本当にこれは何の根拠も、深い根拠もないんですけど、こういったところにわざわざ大阪天神祭り、これ日本、三大祭りの一つですけど、三大祭り、祇園祭りとね、大阪の天神祭りと東京の神田祭りなんですけども、わざわざ大阪の天神祭り出してるというのは、この方関西ご出身かなと、こんなふうに考えて、予備校の教師としてはですね、そんなことを考えたりいたします。両方の文章を比較対照してご覧になっていただきたいと思います。また英語訳についてはご参照ください。そして次のページからですけど、この鳥居、2016年、実際の、この本のページがどんなような感じになっているかという雰囲気も味わっていただきたいので、以下ですね、あとラーメン、それから、桜前線、桜前線ですと、こういう地図がありましてね、3月31日、4月10日、4月20日ということで、この桜前線が南から、北北海道まで、こんな感じで、登ってきますよという、そういうところもご覧になっていただきたいと思いまして、掲載させていただきました。で、次をご覧いただきますと、寿司ですけども、寿司の起源は意外にも東南アジアとの説がありますと、これも外国語訳問題、そのまま出ておりましたですね。で、その下に、お寿司の写真、握りの写真がありまして、ネタの英語、マグロがテューナであるとかですね、こんなところも記載がございました。次のページをご覧いただきます。これは寿司が、2ページにわたってましたので、そのまま記載させていただきました。次のページでいきますと、おせち料理、上に鏡も違ったんですけども、おせち料理は二次試験に確か4回ぐらい出てましたでしょうか。
非常に出やすい問題ですので、特に注意をしてご覧になっていただきたいと思います。はい、次のページ、おせち料理の英語文のところが出ておりますね。で、次のページをご覧いただきますと、花火。これはこの辞典の143ページになりますけども、花火は日本の夏の風物詩の代表格ですということで、日本文と英語訳をそこにご覧になっていただくことができます。この上の花火の写真、はどこか、分かりませんけども、大変この綺麗な瞬間をですね、捉えた非常に美しい写真だなと思います。はい、次のページをご覧いただきますと、英語で紹介する日本辞典からの出題予想38選ということで、まあ今回のこの二次セミナー第5項のポイントになるわけですが、この英語で紹介する日本辞典は非常に多くの日本的事象の説明をしておりましてね、全部で200項目ぐらいありますでしょうかね。で、私が過去の取材データいろんなことをいろんなものを総合勘案しまして、38題を厳選させていただきました。ですので、この本を持っていらっしゃらない方も、持っておられる方もですね、ぜひこの38題についてはきちんと目を通しておいていただきたいと思います。で、その際に、先ほど来ご説明をしておりますけども、この日本辞典の、日本文、これ自体が長い時は必ず簡略化されるなと。で、短いと、ラーメンでしたか、もうほとんど、同じ、内容も出されるなと。で、簡略化、される時にもですね、先ほどの花火のように、この日本辞典にない内容、大阪の天神祭りなどがこう付加されると、付け足しで出されるということがあると、こういうこうバリエーションをきちんと頭の中に入れておいてですね、そしてこの出題予想38選、火山から空手まで、掲載をさせていただきましたので、これについて、今私が申し上げましたようなところを、留意して、準備をしておいていただきたいなというふうに思います。はい、もう試験まで、本当に、もう間近に迫ってきましたけども、今の時点でこれもお出しする、理由の一つはですね、観光庁 JNTO さん、ひょっとして、私の方のいろんなメルマガとかあれこれを、チェックしてるかしてないか分かりませんけどもね、時々こう1時にしても2時にしても外されてるなというようなちょっと感覚を持ったりすることがございますので、もうすでに第二次試験の外国語訳問題がプレゼンテーションの問題も確定してるはずです。今頃になってドタバタすること変更はもうおそらくというか絶対ないだろうと、その時期を見計らって、満を持して、本日、本当に迫ってまだあるのかよと、この時期に及んで38台かよと、そういう中にはちょっとこう思われる方もあるかも分かりませんけども、そういう背景があるということも、考慮していただきまして、
最後の10日間、頑張っていただきたいと思います。それでは本日のセミナーの解説はここまでにさせていただきますので、皆様のご検討を心よりお祈り申し上げております。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。